はい、というわけで、ここでちょっとデッキチェックの結果が出たんですが、松田選手のデッキリスト不備により、ゲームロスの裁定が出まして、福井選手が1本取った状態からスタートということになりました。はい、あらーあらです、ね、まあ、あるあるですかね、まあ、あるあるですかね。友田選手はどうですか、はい、そういったデッキリストの不備とかってもうやはりこれだけマジックやられてるとあんまりもうない、さすがにないですね。さすがにないです。あと最近だと、うん、あのオンライン上でデッキ登録をすることが多くなってしまって、そうなると、うん、あの例えばマジックオンラインのテキストファイルをそのまま出力して出すので、うん、あの59枚とかそういうミスは起きませんね。なるほど。で松田選手は不運だったかもしれないんですが、はい、いっぱいした状態からスタート。そして福選手はこれはラムダプレットですね、はい、そうですね、うん、まあ、環境の2つしかないデッキの1つみたいな、うん、まあ、それに対抗するためにそうですね、うん、青黒だと普通だと勝てないので、だからここ多分好きなんでしょうね、うん、松田さん。しかしここで松田選手、再かかる霊気体を出してきて、はいはい、で止まりましたね、うん、で後続も除去で強気にアタック、ね、ってことは追加があるのかな、うん、いや違った、除去があるのかな、うん、まあ、な攻撃をしたってことは別に怖くないぞということなのかな、うん、うん、カウンターでボーマットの休止が2つになって、うん、手札が土地自体は詰まってないので今おそらく3枚くらいですよね、うん、まあ次のターンに除去しても問題ないし引かれても問題ないということなのかな、うん、松田さんがガッと血が止まりましたね、うん、で土地を置いてでクリーチャーを出し、うん、ブロック負荷にしたいんだけど打ち消して、うん、でエンド次のターンくらいに土地を置いてからクリーチャー出してボーマットの球して3枚ドローみたいなのが福井さんのゲームプランでしょうかね、うんうんうん、でそれに対して松田さん的には、うん、殴ったなかなか予想外というか、うん、まあ、多分守ってもしょうがないからどんどんじゃんじゃん攻撃に行くぞみたいな感じなんでしょうかね、うん、スタックでここで打ち込みましたね、うん、うーんで2枚ドローに変換でしょうね、うん、で2枚引いてで1枚追放、うん、で5点で手札が2枚で、うん、なるほど、うん、すっごい攻撃的に、そうですね、最近ある霊気体を使ってますね、うんうん、これが青黒の勝ち方じゃみたいな感じなんでしょうかね、ですが、まさし土地を引き込むことが未だにちょっとできていないですね、そうですね、いや、これ攻撃ができないので、手札が2枚の状態で土地を置いてカードを引いて土地を置いて で、うんうん、でクリーチャーを出してで攻撃ですね、はい、5点、まあ、でもこの霊気体のアタックがいい感じに作用してますね、うん、意外とライフが詰まってない、うん、普通だったらハゾレトが延々と殴る状態になったら、うん、ゲームが終わってるはずなんですが、とりあえずハゾレットだけかな、行きましたか、2点をラガパンを多分ブロックして、うんうんうん、で1点6点都合6点入るので、4点かな、うんうん、ライフゲイン分で、うーん、これあんまりカーリゼブに、あ、なるほど、除去があるから無理やりにそうしたかったみたいな、うんうん、そうか、土地を置かないと
ダメなのか、うん、なんか本体にその土地投げつけた方がいいんじゃないかなともちょっと思ったんですけど、うん、まあまあ、あんまり変わらないですね。どうせエンドステップにラムナプで投げて2点当てるから関係ないよからの、うん、ここでゴンティ、このゴンティ多分やったところでみたいな感じですね。でこれで2点で残りが7、事実上ハズレと受けないといけないので、うん、3点突き抜けて、手札の2点と盤面のラムナップで2点が食らってしまうのでゲームセットのように見えますね、うん、そうですね。ここで、はい、うん、やっぱりダメなものはダメじゃないかなこれを見てる限りうーん、赤田やっぱ辛いよねみたいなさあというわけで、松田選手にはゲームロスの最低が出ていますので、ラウンド2、勝利したのは福井選手となりました。おめでとうございます、はい。